サムブッシュはアメリカ合衆国のブルーグラスミュージシャン、マンドリン奏者、ケンタッキー州ボーリンググリーン生まれ、ニューグラススタイルの奏司者の一人とされる。父親、チャーリーの影響により、幼少の頃からカントリーミュージックやブルーグラスを聴いて育ち、後にフラットスクラックスのテレビ番組から影響を受けた。11歳で初めてマンドリンを購入し、 1965年、バージニア州ロアノークで開催された、ブルーグラスフェスティバルに出演すると音楽への興味は、さらに高まった。10代の頃、アイバホ州ウェイザーで行われた、ナショナルオールドタイムフィドラーズコンテストのジュニア部門で3度、優勝。10代のブッシュの音楽の先生で、有りき相談相手となったギター奏者のウェイン・スチュワート、伴上奏者のアラン・ブンデの演奏に参加し、 1969年、3名はインストゥルメンタルアルバム、プア・リチャード・エス・アルマナックを録音した。1970年春、ノースカロライナ州ユニオングローブで行われたフィドラーズ・コンベンションに参加し、ニューディール・ストリング・バンドのロック調のプログレッシブ・ブルーグラスに影響を受けた。その年の後期、ルイビルに転居し、ブルーグラス・アライアンスに加入した。 1971年秋、このバンドは解散し、ニューグラスリバイバルを結成した。ニューグラスリバイバルは多くのメンバーチェンジを繰り返したが、ブッシュは唯一のオリジナルメンバーとして残っていた。1974年、ベース奏者でボーカリストのジョン・コー・ワンが参加し、1981年、バンジョーの名手のベーラ・フレックとアコースティックギター奏者のパッド・フリンが参加した。 1979年から1981年、レオン・ラッセルのツアー公演に前座を呼び、バック演奏として出演した。1980年初頭、ブッシュと、コーワンは、テネシー州ナッシュビルで活動するダクバターブルーズバンド、ブルースギター奏者のケニー・リー、ドラム奏者のジェフ・ジョーンズ、ベース奏者のバイロン・ハウスと、定期的に即興演奏するようになった。4年後、 ソロデビューアルバム、レートアズユージュワルを発表。1989年、ブッシュとフレックは、コロラド州テルライドで行われた、テルライドブルーグラスフェスティバルで、マーク・オーコナー、ゼリー・ダグラス、エドガー・メイヤーで構成される、オールスター・ブルーグラス・バンド・ストレングス・イン・ナンバーズに参加。1989年、ニューグラス・リバイバルが解散し、 エミル・ハリスのナッシュ・ランブラーズに参加し、5年間、ハリスと共に、ツアー公演やレコーディングを行った。1995年、ライル・ラベット・とベラ・フレックのフレクトンズに、演奏者として参加。1996年、2枚目のソロアルバム、グラマーグリッツをレコーディングする直前、公安及びナッシュ・ランブラーズの、元メンバーのジョン・ランドール、ラリー・アテマンクで構成される。 自身のバンドを結成。1998年、ハリス、フレック、J.D. クロウを含む多くの馴染みのメンバーや、スペシャルゲストを迎えた次のアルバム、ハウリン、アットザムーンを発表。1997年冬、レートナイトウィズ、コナー・オブライエンで、ガース・ブルックスのバックバンドとしてブッシュとニューグラス、リバイバルは再結成した。 1998年3月28日、ブッシュの故郷のボーリンググリーンは、特別にサムブッシュの日として祝った。1998年のハウリン、アットザムーンに続き、2000年、ライブ録音のアイスキャップス、ピークス・オブ・テルアーイド・イン2000を発表。2004年、ランドールは、ブッシュのバンドから離れ、公認に、ブラッド・デイビスがコーラス及び、ギター奏者として加入。 2006年、アルバム、ラップスイン7を発表。スコット・ベストルによる盤上演奏が加わったため、このアルバムは特別なものとなった。ギター奏者のキース・ソウエルは、レコーディングに参加したが、その直後ディクシー・チックスで演奏するため離脱した。ブッシュはその後のレコーディングと巡業のバンドのために、ギター奏者を探し、スティーブン・モーギンと活動することとなった。2007年、 コンサートをライブ収録した初の DVD、オンザロードを発表。また、同年、国際ブルーグラスミュージック協会賞の司会を初めて、務めた。2010年3月、ケンタッキー州で、ボーリンググリーンが公式に、ニューグラスの発祥地でありブッシュは、ニューグラスの父であるという法案が通過。ジム・ディシゼア会議員の起訴により3月25日、37対0で、 ケンタッキー州上院を通過した。3月3日、99対0で議会を通過していた。ブルーグラスのボーカリストとしてだけでなく、15歳で全米フィドルコンテストで優勝するなど、ギターやフィドルなど、楽器も得意である。彼は、ニューグラスリバイバルの創設メンバーで、ビル・モンローの再来と言われ、以下のように語った。ブッシュは、サミー、または、ミスター・エンターテインメント、 また若き日のビル・モンローと呼ばれた。ブッシュがマンドリンを演奏した後、モンローはフィドルに専念したらいいんじゃないかと語った。コロラド州テルライドで毎年行われるテルライドブルーグラスフェスティバルでは主要出演者の一人となっており、土曜夜8時より多くの出演者と共に演奏する。毎年出演するため、キング・オブ・テルライドと呼ばれる。ブッシュは ハリスのバンドのナッシュ・ランブラーズと共にツアー公演を行った。またドクワトソン、リンダ・ロンシュタット、ドリー・パートン、アン・サボイ、トニー・ライス、ピーター・ローアン、ラス・ベア・レンバーグ、デイビッド・グリスマン、マーク・オコナー、エドガー・マイヤーなど多くのミュージシャンやアーティストとレコーディングやライブ演奏を行った。最も重要なのはベラ・フレック、トニー・ライス、マイク・オコナー、エドガー・マイヤー。 ジェリー・ダグラス、そしてサムブッシュで構成されるバンドストレングス・イン・ナンバーズである。ストレングス・イン・ナンバーズはテル・ライド・ブルー・グラス・フェスティバルでの即興演奏から生まれたコラボレーションである。彼らの CD、ザ・テル・アイド・セッションズはすべてインストゥルメンタルのライブ収録で演奏者それぞれの才能及び即興能力の見せ場がある。2000年から2008年、 ストレングス・イン・ナンバーズのバンド形態にも様々なバージョンがあり、ブルーグラス・セッションズには、ドブロギターのジェリー・ダグラスが常任し、また通常ともに、ケンタッキー州ボーリング、グリーン出身のベース奏者のバイロン・ハウスが参加する。他のミュージシャンは、フィドル奏者のケーブ・ウィッチャー、ギター奏者のブライアン・サットン、フィドル、マンドリン、ギター、ボーカルのティム・オブライアン、フィドル奏者のダロル・アンガー、 サムブッシュバンドは小規模施設から大規模な音楽フェスティバルまで幅広く公演を行った。戦没招兵追悼記念日、レーバーデーに行われるストロベリーミュージックフェスティバル、7月下旬に行われるロッキーグラス、毎春行われるアメリカーナフェスティバルやノースカロライナ州ウィルクスボロで行われるマールフェストなどに出演。 ブッシュはこれらのフェスティバルにおいて、最も精力的な出演者の一人として知られ、多くのアーティストを出演させている。ファビアン、シェリー、サムブッシュ、エイキング・オブ・アコースティック・ミュージック。2008年10月7日閲覧。ハリス、クレイグ、サムブッシュ・バイオグラフィー。ALLMUSIC.com。2008年10月7日閲覧。ハートマン、ゲイリー・エス、ブルーグラス・アライアンス。 2008年10月7日閲覧。ネイガー、ダリー、サムブッシュ、ルッキングフォーザットジョイフルノイズ。ブルーグラスアンリミテッド、一瞬0006から5137、http ブルーグラスミューザックドットコム、コンテント2009、フィーチャー、サムブッシュルッキングフォーザットジョイフルノイズブルーグラスアンリミテッド一瞬0 0 0 6から5 1 3 7 h t t p ブルーグラスミューザック c o m コムコンテント2 0 0 9フィーチャーサムブッシュルッキングフォーザットジョイフルノイズモア -520-2009 年12月28日、閲覧。 トーマソン、アンドリュー、サムブッシュイズ・ネームド・ファーザー・オブ・ニューグラス。デイリーニュース、ボーリング・グリーン、キー、h t t p f i n d t i c l e s c o m p、ニュース、アーティクルズ、デイリーニュース・ボーリング・グリーン、キー、ミ・8107、イズ2010325、サムブッシュ・ネームド・ファーザー・ニューグラス、in52924648、 タグイコールコンテントコール12010年3月31日、閲覧。サムブッシュ2ホスト 22ND、インターナショナルブルーグラスミュージックアワーズ、インターナショナルブルーグラスミュージックアソシエーションオフィシャル、ウェブページ、サムブッシュ2ホスト IBM ア,アワーズ、CMT ニュースオーガスト13、2007、サムブッシュアマングアメリカーナーオーナーズアワーズライフタイムアチーブメントリーセピオンツバイ。 トラビス・タケットブルーグラス・ジャーナルセプテンバー14-2009サムブッシュ2006グラミーアワードプロフィールフロム・シェリー・ファビアンアバウト・ドットコ・コありがとうございます